挑戦が私を未来に連れていく。だから私は進み続ける。あなたの世界が広がる一歩先行く未来の形、デル XPS。 挑戦が私を未来に連れていく。だから私は進み続ける。あなたの世界が広がる一歩先行く未来の形、デル XPS。 挑戦を応援、デル未来ラボ。よろしくお願いします。よーい、スタート。挑戦が私を未来に連れていく。なんかどうなんねやろと思ったんですけど、なんかめちゃくちゃアットホームで温かくて、なんか緊張というよりも本当にこのXPS の良さを自分の意思でしっかり伝えたいという気持ちが今めちゃくちゃ芽生えてて、だからセリフにその魂を込めたので、それが見てる方に伝わったらいいなという気持ちでいっぱいです。お願いします。お願いします。はい、すごい。あー、楽しい。だから私は未来の自分を見てるみたいです。これ見てると、はい、OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。終わりました。ちょっと自分でも今まで25年間生きてきて、出会ったことのない自分に出会えて、なんかすごくずっとワクワクしてました。そうですね、その XPS 自体のデザインがもう本当に最先端で未来的なので、なんかそれに合わせて CM 自体もすごく未来で、なんかおしゃれでかっこよくて、私自身も未来の自分に出会ったんです今日。なのでなんかこれから人生生きていくのがすごい楽しみだなって思いましたし、私がセリフでその挑戦を応援するっていう言葉とかを言ってるんですけど、なんかそれについて自分自身もすごく挑戦したいって思いましたし、前向きになれた一日だったなと思ったので、私も言ったからにはこれからの人生でちゃんとその言葉を行動に移したいですし、それが見てくださった皆さんにもちゃんと伝わったらいいなって思いますし、私自身も伝えられるような人になれるようにこれからの活動を頑張らなきゃっていう風に、なんか気が引き締まりました。そうですね、ちょっと我ながらめちゃくちゃ似合ってるなとは思ったんですけど、こんなすごい綺麗な白いワンピースと、あと今回は本当未来ということでシルバーのアイシャドウだったりとかネイルとかなんかアクセサリーとかもうすごくつけたので、なんかこんなに白とシルバーで、で顔とかも全部出して、普段の本業の方のアイドルでは絶対にこういう姿とかはしないので、なんか今回は NB48 の渋谷凪沙っていうよりも一人の25歳の等身大の渋谷凪沙として挑戦している、なんか自分自身っていう風に改めてなんか自立した感じがして、この衣装を着た途端に、なのでなんかちょっと気持ちも凛として、
なんかあんまりボケとかが思い浮かばなかったなっていうふうに思いました。そうですね、やっぱ NMB48 としてももっと大阪の人にも愛されて全国の人にも愛されるアイドルグループになりたいっていうのも目標ですし、あとはいつか女優さんとして演技とかにも挑戦したいなっていうのはすごく思っています。あー、役か。でも私結構正義感がめちゃくちゃ強くて、なんか小学校の頃とかも男の子とかにしっかり注意したりとかしてたタイプなんで、なのでなんかその作品とかでも池井戸潤さんの作品とかめちゃくちゃ好きなので、なんかそういう風にこうしっかりとバシッと正義を述べて戦う、立ち向かうっていう役をしたいです。子供の頃は本当になんかちゃんと大人になれんのかなみたいなぐらい、もう中学とか高校の頃グループに入る前の自分っていうのは感情がもう笑うか泣くかのこの2個しかなくて、なんか本当に能天気に、正直なんかそんな悩み事とかもなく、ただただ生きてた、楽しく生きてただけだったので、なんかまさかこんな風に今こんな CM させていただいて、たくさんの方に知っていただいて、なんかこんな自分に出会えるとは思ってなかったので、全く予想もしなかった、最高の自分に出会えたな、出会えてるなとは思うんですけど、でもその立場の自分になってみたら、まだまだなんかやりたいこととか目標とか、なんかすごい人がすごい方と出会うので、自分まだまだだって、もっともっと上に目指したいっていう、なんか欲のある自分、野心があって目標のある自分がいるので、昔の自分からしたらめっちゃすごい幸せだなと思うんですけど、この立場になるともっと前に進んで幸せをこう掴みたいっていう風に思いますね。いや、それが最近するんですよ。最近親子丼とか自分で作ったりしてます。もっぱら家族といる時間がすごい好きなので、普段からそのお母さんがお料理作ってくれるんで、お母さんにも食べてほしいですし、あともう私のお父さんは私の作った料理も何でも世界一おいしいわって言ってくれるので、なのでぜひお父さんにもお腹いっぱい食べてもらいたいなと思ってます。